ママから行く皆さん、山田マリアです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いいたします。そして草の胸のリーダースロークサイです。本日はよろしくお願いします早口ですいません。よろしくお願いいたします。実は親子での共演というのはマリアさん今日初めてなんですよね。そうなんです、今日初めてなんです。だからもうすごく楽しみにしてまして、でも今実際ちょっとすごい震えるほど緊張しています。あの自分一人だったらねそんなに緊張しないんですけども、あのこの暴走機関車がどういうふうに今日なってしまうのか今ドキドキしてるんですけども、ムネ君は緊張してますか？緊張めっちゃしてます。してるんだ。思ったよりしてます。思ったよりしてます。思ったよりしてるんだ。ムネ君は野菜は好きですか？野菜は好きです。その好きなお野菜は何？ほうれん草とブロッコリーとトマトとピーマンと白菜とキャベツ、玉ねぎイライラ、パプリカ、かぼちゃ、トウモロコシ、かぼちゃ、あ、じゃなくてポテト。嫌いな野菜はじゃあ普段からあんまない感じですか？いや、あるよね。なんだっけ、ナスとキュウリ。じゃあまた混ぜてください。ムネがやるの？素晴らしい。すごいな、ママのお仕事全部取られてっちゃうんですけどいただきます。おいしい。おいしい、うん、すいません。うん、おいしい。すいません。イベントを終えていかがでしたか？すごく緊張したけど楽しかったです。の今まであの家族対抗歌合戦とかで旦那のお父さんとお母さんともうごちゃっと家族で出たことはあるんですけど、二人きりっていうのは初めてだったのですごい緊張しました。しかも6歳でもうだんだんおしゃべりになってきてるんで、もう何言い出すかもう予測がつかないのでちょっとドキドキしました元気いっぱいですよね。どうしましょう。楽しみですね